はアメリカ合衆国、ケンタッキー州、ルイビル出身のプロバスケットボール選手。NBA のロサンゼルスレイカーズに所属している。ポジションは、ポイントガード。高校は、ルイビルのイースタン高校とオークヒルアカデミー高校で、プレーマクドナルド選出のオールアメリカンチームなどに選ばれ、マイケル・ジョーダンが主催する、ジョーダン・キャピタル・クラシック・ゲームにも参加した。 また1試合に31アシストという驚異的な数字も残している。大学はケンタッキー大学に進学。2年目の2005から06シーズンにはサウスイースタンカンファレンスのセカンドチームに選ばれ、またアメリカ代表として U-21 世界選手権に出場した。2006年の NBA ドラフトにアーリーエントリーしたロンドは フェニックス・サンズから一巡目21位指名を受けるが、その後ボストン・セルティックスにトレードされた。ルーキーシーズンの2006から07シーズンは、セバスチャン・テルフェア、デロンテ・テウエストに次ぐ、実質3番手ポイントガードとして開幕したが、テルフェアの不調もあって、シーズン中盤から出場時間が増え、18連敗の泥沼状態に、あえいでいたチームを支えた。 6.4得点3.8アシスト1.6スティールのアベレージを残してオールルーキーセカンドチームに選出されたこのオフにセルティックスは2つの重要なトレードを行いレイアレンとケビン・ガーネットの獲得のためテルフィアとウエストが相次いでチームを離れセルティックスには純粋なポイントガードがロンドのみとなった2008年のロンド2007から08 シーズン開幕前は、ポイントガードであるロンドが、チームの弱点であると評価する声もあったが、シーズン開幕後、ポール・ピアース、ガーネット、アレン・ラ・ビッグ3とともに、チームの快進撃を支え、多くのスタッツで、キャリアハイの成績を残した。プレイオフでも、アトランタ・ホークスのマイク・ビビーや、デトロイト・ピストンズのチャウン・シー・ビラップスといった。 ベテラン PG 相手に堂々と当たり合い度胸の良さを見せた。NBA ファイナルでは足を負傷し出場時間が減少したが、第6戦では21得点、7リバウンド、8アシスト、6スティールというパフォーマンスを披露し、キャリア2年目にしてチャンピオンリングを獲得した。2008から09シーズンはトリプルダブルを2回達成し、平均11.9得点。 5.2リバウンド、8.2アシスト、1.9スティールを記録し、オールディフェンシブセカンドチームに選ばれ大きく成長したシーズンとなった。連覇をかけたプレイオフではトリプルダブルを3回達成し、平均16.9得点、9.7リバウンド、9.8アシスト、2.5スティールとトリプルダブルに近い驚異的な成績を残しチームを引っ張ったが、チームは ガーネット、レオンポーを書いており一回戦のブルーズとの長期戦の疲れもあり、カンファレンスセミファイナルで敗退した。2009から10シーズン、ロンドは躍進を続け、初めてオールスターゲームにリザーブとして選出された。チームの成績はシーズンを50勝32敗で、イースとヨニとここ3年では最低の成績であったものの、ロンドは平均2.3スティールで、 初のスティール王に輝き、アシストもリーグ4位の成績であった。また、総アシスト数794と、総スティール数189は、セルティックスのチーム最多記録となった。2011年のロンドン2010から11シーズン、2010年10月29日の、ニューヨークニックス戦、1試合24アシストを記録。 2011年1月5日のサンアントニオスパーズ戦、1試合23アシストを記録。2012から13シーズンは、自己最多の1試合平均13.7得点、11.1アシスト、5.6リバウンドをマークし、アシストランキングはリーグトップだった。しかし2013年1月25日のアトランタホークス戦で、 右膝の全十字人体断裂の怪我を負ったため、シーズンの残り全試合を欠場することになった。2014年12月18日、ジャミーアネルソンなどの交換トレードで、ダラス・マーベリックスに移籍。2015年7月3日、サクラメント・キングスと1年950万ドルの契約を結んだ。2016年7月3日、 シカゴブルーズと2年2800万ドルで契約した。2017年7月1日、ブルーズはチームオプションを破棄し、解雇。15日にニューオーリンズペリカンズと1年330万ドルの契約に合意した。2017から18シーズン、2017年12月27日のブルックリンネッツ戦、史上12人目となる1試合25アシストを記録。 シーズンでは65試合で平均26.2分に出場し、8.3得点8.2アシスト4.0リバウンド1.1スティールなどを記録し、アンソニー・デイビスへのアリウープパスなどの多くの見せ場を作った。2018年のプレイオフ1回戦、対ポートランドトレイルブレイザーズの初戦でチーム記録となる17アシストを記録、試合は97から95で勝利した。 第2戦目で16得点、10リバウンド、9アシストを記録、試合は111から102で勝利した。2018年7月にロサンゼルスレイカーズと1年900万ドルで契約した。2018から19シーズンは、ロンゾボールの控えとして46試合で、平均29.8分に出場し、 9.2得点8.0点アシスト5.3リバウンド1.2スティールなどを記録。2019年2月7日のセルティックス戦では第4級に自身初となるブザービーターを記録した。2019年7月、レイカーズと1年260万ドルで再契約した。2019から20シーズンは新型コロナウイルス感染拡大防止の関係で 中断となり7月30日からシーズンが再開される予定となった。7月10日からチーム練習が再開可能となったが、13日の練習中に右親指の骨折をしたため手術を受けることとなり、6から8週間離脱する見込みとなった。プレイオフでは自身3度目となる NBA ファイナルに進出し、マイアミヒートに4から2で勝利して、 自身2度目の NBA チャンピオンとなり、クライド・ラブレットに次いで NBA 史上2人目となるセルティックスとレイカーズの両チームで NBA チャンピオンを経験した選手となった。さらに2020年のプレイオフでの通算105アシストは1970から71以降の記録として2014年のマヌジノビリの通算95アシストを上回り、 ベンチから出場した選手の歴代最多アシストとなった。オフにプレイヤーオプションを破棄して FA となった。2020年11月21日にアトランタホークスと2年1500万ドルで契約した。2021年3月25日にルー・ウィリアムズとのトレードでロサンゼルス・クリッパーズへ移籍した。 2021年8月16日にエリック・ブレッドソートのトレードでパトリック・ベバリー、ダニエル・オトゥルと共にメンフィス・グリズリーズへ移籍したが28日にグリズリーズと契約のバイアウトに合意し FA となったその後31日に前年まで所属したレイカーズと1年260万ドルで契約した高い運動能力を備えたスラッシャータイプのポイントガード ポイントガードながら、インサイドプレイヤーと張り合って、リバウンドを獲得し、トリプルダブルを記録する。豊富な跳躍力で、ダンクシュートを叩き込み、ティップインも決める。パスの名手であり、3度のアシストを獲得している。また11、12シーズンから12、13シーズンにかけて、NBA 歴代2位となる37試合連続2桁アシストを記録した。 セルティックスのビッグ3形成の際は、これまでチームの成 PG ではなかった。彼が不安要素に数えられたが、現在はリーグ屈指のパサーであり、チームになくてはならない存在となった。リーダーシップが強く、価値気な性格で、デビュー2年目に、スターターに定着するや早くも、ビッグ3にもひるまず、大声で怒鳴り散らしながら、指示を出していたとポール・ピアースは語っている。 歯に衣着せぬ者いいも、有限実行で周囲を黙らせるだけの凄みが彼には、あるといい、それが、レイアレンとの確執を生み出した。もっとも2016年に、アレンが引退を表明したときは、ロンドはアレンに賞賛と選別の賛辞を送っている。高いバスケ IQ を誇るがゆえにヘッドコーチと、戦術面で衝突することが多く、マーベリックス時代の2015年には、 ヘッドコーチのリック・カーライルと激しく衝突し、プレーオフで、ほとんど出場機会を与えられなかった。もともとディフェンス面に、定評のある選手で、長いウィングスパンも利用し、試合平均に、スティール以上を稼ぎ1996から97シーズンに、リック・フォックスが作ったセルティックスのスティール記録を2009から10シーズンに更新した。だが、ジャンプショットや、 フリースローに不安があり、改善が求められている。basktball-referenc.com e ありがとうございます。